こんにちは。今回は楽天ポイントを1ポイント1円以上の価値で使用する方法をお伝えしたいと思います。まあ、今更楽天ポイントと言っても、ね、知らない方はいないと思いますが、一応です説明しておきます。楽天スーパーポイントとは、まあ、今度から楽天スーパーポイントが正式名称ですが、楽天ポイントと略させていただきます。楽天スーパーポイントとは、貯まる使える交換できる便利なポイントサービスです。貯まったポイントは1ポイント1円として楽天の様々なサービスで利用することができますと書かれています。まあ、要は楽天市場のポイントサービスということです。100円で1ポイント、1ポイントは1円でご利用可能ということです。この1ポイント1円の楽天ポイントを、1円以上の価値として使う方法があります。その方法を行うためには、こちら楽天ポイント R ポイントカードを作る必要があります。R ポイントカードの説明はと言いますと、R ポイントカードとは、あなたの楽天スーパーポイントが持ち出せる、街のお買い物でも楽天スーパーポイントが貯まる使えるお得なカードと書かれています。まあ、T ポイントカードと同じような使い方ができると思っていただければ OK です。で、この R ポイントカードを使って1円以上の価値として使う方法がありますと。で、そのポイントの使い道はどこでやるかというと、こちらサークル系サンクスです。サークル系サンクス、まあ、コンビニですよね。コンビニチェーンですよね。こちらで使うことに出てきます。で、こちらのですね、キャンペーンお得情報ですね。はい。これでプラス系会員限定お得なクーポン、まあ、こちらにも入っていただかないといけないんですけどね。プラス系、はい、プラス系、まあ、サークル系サンクスお近くにないという方はちょっとできないんですけど、近くにあるという方は、まずプラス系会員になってください。簡単になれます。無料でなれます。はい。で、このお試しクーポンというのがあるんですけど、このお試しクーポンというのは楽天スーパーポイントでお得なクーポンが発券できるんです。はい。例えば楽天スーパーポイントで50ポイント、楽天スーパーポイント50ポイントでペットボトル飲料と交換できます。50ポイントですね。ペットボトル飲料 500ml のペットボトル飲料100円以上しますよね。 R ポイントが50ポイントってことは2倍以上の価値で交換することができるということになります。はい。またこのポイントというのは通常のポイントだけではなく、期間限定ポイントというのも使えるのもすごいお得なポイントとして挙げれます、挙げられますね。はい。試しクーポンっていうのは、まあ、ネットもしくは端末で、どの商品を欲しいかというのを予約します。そして端末でクーポンを発券します。発券してから30分以内に商品と引き換えます。そうするとポイントでお得に商品を交換することができます。私は、まあ、よくビールとかですね、買えたりしてるんですけど、結構お得です。200〜300円のビールが100ポイントぐらいとか100いくらポイントぐらいで交換することができる。結構お得だとは思いますね。はい。ぜひやってみてください。お得です。ありがとうございました。